静かだな。教えてくれないか。もう私には何も見えない。終わったんです、兄さん。魔人王は消滅しました。脅威は去ったのです。全ては七つの大罪のおかげ。彼らはかつて誰にも果たせなかったことを成し遂げました。甘いぞ。魔人王を倒したところで聖戦が終わるわけではない。ですが兄さん、これは小さな一歩に過ぎん。憎しみ合っていた女神族と魔人族が互いに歩み寄るための一歩にな。ルドシエル様。その通りだわ。まさかあなたからそんな言葉が聞けるだなんて。忘れてください。私はこの不毛な争いにうんざりしただけです。忘れないわ。みんなを命がけで守ってくれたこと、ありがとう、リュドシエル。兄さん。君なら姉さんを救える。もしこれが現実なら、ヒナを救うんだ。陛下には指一本触れさせないわ。あら、なぜ急に攻撃をやめたの？これは奇跡か。魔人たちが撤退を始めた。団長もバンさんも戻ってこれたことだし、言うことなしですね。ん？皆さんどうしました？浮かない顔で。もちろん団長とバンが戻ってきたのは嬉しいよ。でも一番の問題は何も解決してない。おお、そういうことだ。エリザベスの呪いの刻限はあと1日。しかしそれを解く手段は失われたのだ。団長殿は呪いを解くために海軍を取り込もうとしたが、結局魔人王を撃たざるを得なかった。このままじゃエリザベスが死んじゃう。ディアンヌ、もうその話ならついてるはずよ。私はメリオダスが元に戻ってくれれば、それが一番なの。もしメリオダスが魔人王になれば、二度と私たちと会えなくなる。けれど私は死んでも何度だって転生するわ。最初からそれがネーネーの願いではあったが、本当にそれでいいのか。深刻な話の最中に申し訳ありませんが、呪いを解く方法はある。実は煉獄を脱出する際、偶然たまたまその力を手に入れちゃってよ。状況判断ミスのジョークは場に殺意を生むね。ゴーセルの言う通りだ。そんな力が都合よく手に入るわけが。貴様本来の魔力でなければわしとは戦えぬ。だがそれは不可能だ。なぜなら貴様は恐れているからだ。お前まさか本来の魔力ってやつを。さてさてさて。メリオダス。そんじゃ俺とエリザベス以外全員離れてくれ。何を始めるの？マーリン頼むぜ。ああ。二人の体から黒いモヤが。マーリン、これは？これこそ魔力により可視化した呪いの姿。
永遠の聖都、永劫の輪廻だ。これが私たちにかけられた呪いなのね。はい。団長？その姿は、はあ、エリザベス、3000年も待たせて悪かったな。これでやっとお前との約束が果たせる。ねえ、メリオダス。約束を果たした後もずっと私を好きでいてくれる？当たり前だろ、エリザベス。お前がうんざりするまでずっとな。消えてなくなれ。神々の呪いをたやすく破るとは。俺たちの長い旅もようやく終わったな。ううん、これから始まるの。リオネスに戻りましょう。みんなが待ってるわ。あ、さっきまですげえ爆発が起こってたけど、一体戦況はどうなってんだ。俺は、よかった、無事で。みんなよく頑張ってくれたわ。戦いが終わったのはみんなのおかげよ。よし、英雄七つの大罪と一緒にリオネスに凱旋だ。その前にちっとばかり寄り道させてくれ。エジンバラか。そういえばこの城ってエスカノールがめちゃくちゃにしたんだよね。その説はどうも。こっからは俺一人で行く。お前らはここで待っててくれ。カスカスね。あ、団長。この穴は確か団長が作ったものでしたよね。なるほど。目的は封印の解除か。封印？12年前のエジンバラ吸血鬼襲撃事件で七つの大罪が任務に赴いた折、団長殿はある一人の吸血鬼を殺すことなく闇の魔力を持って再封印していたのだ。その吸血鬼の名はゲルダ、ゼルドリスの恋人だ。よう、ゲルダ、久しぶりだな。メリオダス、心の中で賭けをしていたの。次に封印から覚めた時、ゼルドリスが目の前に立っていてくれたら、もう何があっても彼のそばを離れないと。でも賭けは負け、諦めろということね。所詮彼と私は。ゼルドリスはあんたを心の底から思い続けていた。あんただけがあいつの希望だったんだ。私は彼を愛しているわ。彼も私を。そう言いたいけれど、彼が本当に欲していたのは魔人王の座よ。そうさ、ゼルは魔人王になって魔界を平穏な世界にする気でいたんだ。誰の目も気にせず、あんたと一緒に過ごすためにな。ずっと過去形で話してる。ゼルは今どこ？魔人王との戦いで行方知れずに、俺はまた弟に何もしてやれなかった。
本当に兄貴失格だ。ゼルはもうこの世には。関係ないわ。私は彼の元へ行く。どこにいようと、たとえそれがこの世でなくとも。ディアンヌが現れました。一体何？なあ姉上、デンゼル。陛下、我らドーンロア王国の復興に粉骨砕身献身させていただきますわ。ではその前に二人とも今夜はわしに付き合ってもらうとしよう。すみません、今夜は別の任務が。御意のままに。いや、ハウザー、グリアモール、ここは、俺は一体。ディオネス城の一室だ。俺らが引き上げる途中、マーガレットを抱えて倒れてるお前を見つけたんだよ。そうだ、マーガレットは。ここにいるわ。助かったのよ、私たち。ヘンドリクセンには、後で二人でお礼を言わないとね。ヘンドリクセンも生きているのか。え？あの人も毎度悪運が強いよな。あんたこそいつだって私に心配かけてばっかじゃないのさ。お言葉ですが、俺の方こそベロニカ様が剣術訓練を始めたのが心配でなりません。めんどくせえな。お前らさっさとくっついちまえば。ハウザー、お前らもそう思う。ギル、何か欲しいものはない？君さえいてくれたら何もいらないよ。イチャつくんなら二人でいるときにしやがれ。もうさっさと行くぞ。え？行くってどこに？まったく呆れたやつだ。よく四大天使を騙し寄せたな。いや、別に騙したつもりはないんだけど、一応本心でもあったし。天然め。すまないドレファス、お前にだけは話しておくべきだったよな。でもさ、正直に話したら止めただろ。当たり前だ。ヘンドリクセン。何？お前の気持ちは友の俺が一番理解している。だがむやみに行き急ぐな。ドレファス、嫁にも兄貴にも先立たれた。グリアモールももう一人前だ。直に所帯を持つだろうし、俺の中に住み着いたフラウドリンももういない。ドレファス、あいつは。分かってるさ。だがどうしても俺には憎みきれなくてな。とにかくもう愚痴を話せる相手はお前しかいないんだ。ねえ、嫌なご指名だな。さあ今夜の酒の魚は愚痴のフルコースだぞ、ヘンリー少年。もう中年だって。変じゃねえよな。あら、可憐な女の子がこんな夜更けに一人でお出かけかしら。ギーラ、それにジル、お前らこそこんな時間にどこへ。先に質問したのは私です。お師匠様、明日からよろしくお願いします。ああ、ビシバシ鍛えてやら。ジェリコ、お師匠様って何？ビシバシ鍛える？俺に剣術を教わって、いつか姉ちゃんを守る聖騎士になりたいんだと。お前も苦労するよな。うわ、おい、どこに目をつけて。あなたたちは。ゲラード殿、それにマトローナ殿。驚いただろ。ディアンヌにもらった薬を飲んだら、なんとこの通りだ。おお、ゲラード様、人間の住む国だって。おい、フォーラ、お前らどうして王国に。ロバッチャ、ゲップ、はあ、ホーグ、やっと見つけたぜ。こんなとこで何してんだよ。ホーグ、
俺はただの残飯あさり中の野良豚ですが。お前以外に喋る豚がいるかよ。エリザベスが心配してたぞ。お前の様子が変だったって。俺、聖戦で何の役にも立てなかった。それどころか、エリザベスちゃんやパンに助けられるだけ。ほんと情けねえよ。いつものことじゃねえか。くぅ、俺さ、本当はどっかで気づいてたんだ。自分が死ぬほど弱いやつだって。英雄のお前らと一緒にいる資格なんてねえじゃねえかって。はっはっは、お前変なもん食ったんじゃねえか。なあ、俺は師匠を尊敬するぜ。お前は弱くともいつだって体を張って仲間を守ろうとしたろ。誰にでもできることじゃねえよ。そうだな、お前は確かに弱えけど弱虫じゃねえ。自分が弱いと分かってて強いやつに立ち向かえるやつこそ一番勇気があるんだ。お前ら、だと鼻水と残飯まみれが何を言う。そう怒んなよ師匠。代わりにいいもん聞かせてやるよな、団長。お、聞かせる。何を。ワン、ツー、ワン、ツー、まあまあまあ、マイルドおやすみ、かわいい我が弟よ、でかく育て弟よ。まあまあまあ、なんだよそのダセえ歌。いい夢を、いい夢見ろよ弟よ。お前ら、いつ考えたんだよ。煉獄でいく。ま、本当にしょうもねえ歌だよな。じゃあま、店に戻ろうぜ。そうそう、こうしちゃいられねえ。なんたって今夜は新豚の帽子亭初オープンだからな。でもよ、聖戦が終わった晩に誰が酒場に来んだよ。さてさてさて。